10回にわたって個人的におすすめな映画を紹介していきます。2回目の今回は一番おすすめの短編映画ムームを紹介します。2016年にトングハウスというアニメーション会社が制作しました。その会社に属するロバート・コンドーと堤大輔2人の共同監督作品の第2弾です。絵本のムームを 3DCG アニメーションにした作品です。キャラクターは3体しか出てきません。オレンジ色のムームとピンク色のルミンと宇宙飛行士のケネディです。 YouTube 上の動画を見てもらうとムームに触れたくなると思います。ムームの動きを見ただけでプニプニとしてそんな感じが伝わってきます。私は予告編を見てから本編を見ました。予告編ではとても CG が綺麗で、とにかくムームは可愛い印象を受けました。その一方で本編ではその可愛さだけでなくストーリーに注目させられました。ストーリーの説明をします。持ち主に捨てられたガラクタが流れてくる湖がありました。それらのガラクタには思い出が詰まっています。ムームはケネディの仕事を手伝い、ガラクタの中のプニプニとした思い出の塊を空へ返します。ムームはいつもガラクタである赤い帽子を大切にかぶっています。そんなある日の時、バレーシューズというガラクタの思い出であるルミンが湖へやってきます。ルミンとムームは仲良しになりました。ムームとルミンが空へ旅立つ日は来るのでしょうか。以上がストーリーの説明です。キャラクターの一つ一つのアニメーションが感情を豊かに表しています。見ていて楽しい反面、続編があったらいいのにと思わせる切ない作品です。子供が見たらおもちゃや帽子など一つ一つのものを大切にしようと思える作品だと思います。今回紹介したのは短編映画のムームでした。一番おすすめなので予告編だけでもぜひ見てください。次回もアニメーション作品を紹介したいと思います。ご清聴ありがとうございました。